なんかまたあのスパで団体団者のね倉山充さんが記事を書いてましたけども、はい、この悪嶋の悪口を書き殴ってやる奴がいるって形で訴えていて、うん、まあこれはね僕らも含まれてるんでしょうけども今回この陛下が悪嶋家に口頭を移したくないっていう噂話を信じてる人がいるって形の、ね、ことについて研究していて、うん、あそこでねこの同郷事件の話題とかをね持ち出してこの場合っていうのは一般人の男がね 今日から皇族になって、まあしたからいきなりまあその天皇陛下になるという形の、ねまあ、ことだったので、問題になったんだけども、久、うん、しさまれは問題ないという形で、久、まあ、しさまが即位されたら、まあ、そうしたら、ね、その皇族が一人もいなくなって、仮にこの何十年後かに久、まあ、しさまに、ね、お子様がいなかった時っていうのは間に合わないので、佳子さまとか愛子さまにも、ねまあ、支えてもらわなければいけないという形でいうことですけども、結局ね、ね絶対にこの子供が生まれる技術というのが。 まあ、存在しない限りは、まあ、行為の継承っていうのは不安定だってことですね。まあ、ね。まあ、そういう形の主張って形で。うん<ー>。まただね、これがね、やっぱりその男系男子の考え方が、まあ、レベルが低いってことで。はい,は,いはい、はい。まあ、このね、そのレベルの低い話を信じてる人がね、まあ、いるんだから、まあ、びっくりですけども。うん。生前単位の時に、この安定的な皇位継承の、まあ、議論をすることをね、約束して。はい。まあ、絶対に、この子供が生まれる技術が、まあ、技術がないと皇位継承は。 まあ不安定っていうのは、まあ、そうかもわからないけれども、うん、まあどちらがねこの安定するかを考えれば結論は明らかっていう形でーこのね倉山みつルの主張っていうのは安定的な後遺継者の議論は、まあ、するべきじゃないって形の、まあ、主張をしてるって形でつまりねこ,この時点で、まあ、その日本政府が正式に公表している考え方ともね間、まあ、違って談計談子しの 安倍首相の考え方とも違うという形で、ちなみにこの側室制度がない以上は、行為の檀家継承は不可能という,形のいう人もいるけれども、側室、はい、が何人いても、一人も、まあ、子供がね、生まれなければ途絶えるという形で、まあ確かに。にした場合は男の 即で訴、うん、ってい、ね、訴という形で、<laughs> まあこの人は、ねまあ、あこんな感じで本気でこんなことをまあ考えているのかという形で、本当に、ね、この知能指数が低いのか、まあ、ビジネスで言っているだけなのか、<laughs> まあどっちなのかという形で、この辺は頭が悪い段階段下だけに、ね、味方に。 ついいいててくれればいいって形でまあこれに対してこの女性天皇を許したらね今後小室家のような一般人と、まあ、皇族がね結婚したら、うん、まあ皇族になれてその子供がね天皇陛下になるかもしれないって形で訴えてましたけどもそれはねその天皇家の場合っていうのは、まあ、その結婚は許さないしねあ<ー>まあこの事実として天皇陛下はね、まあ、その皇室との結婚は 認めないという形で判断されて、条見抜きとか儀式とかもしませんでしたという形で、この冒険の悪嶋家はね、認めたわけだからね、それこそ悪嶋家にね、口頭を移したらだめだという形で、自分でね、言ってるようなもんですけれども、この辺がね、間抜けというか、自分でね、自分を論破という形で、ちなみに同じくね、スパでは小林義則さんのゴーマニズム宣言の漫画とかでね、 まあダンの傾向が登場していてはい、はいまあ、この人物はもともと英語がペラペラであー、まあ、CA になりたかったみたいですけども、うん、ただまあその掘りた男性がもう右寄りな考え方で、まあ、自分のねあ女性の自立に否定的な専業主婦だったって形でそれでまあただその娘さんがね大学を卒業してからまあその CA になって。 ま、その娘は、ね、夫が自慢してます。ますね。寝取るようになって。まあ、自己洗脳でま男系皇室主義になったってことですね。うんまあこの男に依存した自分の人生を肯定するためにまあ、女の血をね。肯定する女系天皇が。 認められないといとう形でまあこの男系の中にはこの女性にはね妻子ができないという形で言う人もいるんだけども、はい、ただまあその8人にも女性天皇がいたって形で、ね、高橋早苗さんも女性にはね祭祀ができないという形で歌いたいとかしてましたけども、うん、まあこのね子供が天皇になったケースもあるっていうことで、はい、まあこの六条天皇はね生後7か月で天皇陛下になってね <laughs> この祭祀なんてできるわけもないし <laughs> まあその整理中もね できないって形で言う人もいますけども、はい、まあこの最初はこの代理でもねできるし<ー>明治天皇とかもね、まあ、この大正天皇も最初はこのあんまり重要視をしてないという形で。うん あちなみにこの最もね古くて重要だとされている大乗祭の儀式とかも皇玉天皇が定めたって形でつまりこの女帝ってことであ<ー>まあ最後はねこの段の稽古が、まあ、Y 戦色体を訴えて終わってましたけどもまあこれもねいろいろとまあ矛盾があるって形でちなみにこの江戸スタジジャパンさんがネポベイビー批判ということで、まあ、そのアメリカのね文化について、えー、紹介してましたけどもネポベイビーそうですね一時はねミート運動が日本とかでも流行りましたけども、うん、まあこれはねそのアメリカから来たトレンドで この次に来るって形で言われているのが ネベイビー批判ということで、親がね、えいからこのコロとか特権とかを利用するということで、うん、ヨーロッパのメディアとかでも報じていと形で、コ、はい、れで有名人になるケースとかも結構あ,あ,あるって形でね、2世ね。そうですね、まあ、これはね、その日本でも同じですけども、うんあ、親がね、有名人でお金があればね、当然、特別な教育とかも受けられてね、普通にこの優秀な子供になって有名人って形のケースとかはありますけども、うん、まあこれが、ね、そのアメやかされて育って、親がね、有名だからって形で、そういった特権 とかで有名人人になった人ったていうののはまあこのアメリカとかでもね、まあ、厳しくなってきたっているという形で、えー、まあこのとうとうねあー、ニューヨークマガジンの表紙とかもまあ飾ったって形で、うん、まあこのね、皇室特権といえば、この秋け宮ねいくらいでも全がありますけども、<laughs> あ,ーまあこのね、作文コンクールのととかでも、佳作とかもね、実力とかではなかったんでしょうけども、まあねこれは、ね、後からこの盗作作文がまあ判明という形で、うん、まあさらにこの提携校進学制度もね、 明らかに特権ではないかといことで偏差値50の学校からねあ超進学校にまあ進学という形で<ー>まあしかもねあまあ古文を3人以上も引きずれてまあ進学って形で盗作作文に関してもコンクロールの主催側があまあ受賞した、ね、作品に関しては、まあ後からね修正しますよって形でね、まあ、これが特別ルールもまあできたってう形でこれがねそのアメリカの場合っていうのはそのマドンナのね娘さんが、まあ、ファッションショーに来たら。 ちょっとまあ遅刻しただけでまあ入場拒否されたって形でまあこれはねマドンナの娘さんだから当然お金とかもいくらでも持ってるんでしょうけどもまあそれでもまあその断られたって形でまあ他にもそのベッカムさんの長男っていうのはまあ23歳になっていてね まあそのモデルとか、まあ、カメラマンとかを目指しているようですけども、はい、あこれが、ね、あまりにもちょっとレベルが低いということで批判されて、今はこのシェフになりたいという形で言ってみたいですけども、お金持ちの子供はねまが、あ、すごく優秀になるか、まあ、すごくね、ダメな人間になってしまうかという形で、そういう形で分かりやすいんでしょうけども、両親が、ね、甘かしすぎた結果かも分からないですけども、それで、ね、この批判のマットが集中するから、少しね、かわいそうな気もしますけども、うん、まあ別にこれはその税金を使っているわけじゃないし、そこまでね、大きな批判には ならないでしょうけども、<ー>それから、ね、その税金とかで賞とかを受賞とかね。 まあ進学とかになると、まあ、話は別じゃなんか一時期あのキムタクのね娘さんたちがねはい、はい、急に出てきてねまあもうキムタクの力って言われてましたけどまあそんなに問題には別になってないですけどまあそうですね、うん、でまあ最初はね入り口はそれでねどうなるかっていうところで、まあ、そこからまあ実力がまあどうなるかって形で見ていれるんでしょうけどね、うん、まあちなみにこのアメリカの方ではねフルハウスのドラマとかのレベッカ役で知られているロリ・ロックリンは娘2人を 南カリフォルニア大学に裏口入学がねバレてしまって 2>, はい、はい、2ヶ月の、まあ、刑務所生活を命じられたって形で <laughs> 結構まあその裏口入学とかにはねアメリカも厳しいってことで、はい、まあそしてまあその日本とかでもね天皇陛下の62歳の誕生日会見でのお言葉が紹介されてましたけども、うん、まあこの天皇となる者は誰であれね そのしっかりとした覚悟が必要という形で、まあ、そういう形で書かれていてあこの徳を積んで、まあ、この学問をきちんと収めてね、いうことで、まあ、この時点でね、まあ、アクション権出して言ってるんでしょうけども、<laughs> ちなみに天皇陛下はね、ノルウェー議会のガラカン理議長とまあ皇居の御所でね、会見されて、はい、まあそれでその初めての面会だったみたいですけども、<laughs> うん、まあ天皇陛下はね、このノルウェーの環境問題とかの取り組みとかね、まあ、その女性の 社会参画などについてまあ質問されたって形で天皇陛下はね1985年と1991年にノルウェーを訪問したことがあるみたいでね,いねまあその思い出とかも話をされたって形で、うん、約まあ20分、ね、その和やかな雰囲気で話をされたって形でこれがねその悪姫家だったらねその当然まず通訳なしでって形でそういった文言とかが追加されるんでしょうけども <laughs> まあ天皇陛下の,その長時間のね英語のスピーチとかのされたこともあるしねそれはねわざわざそういうことは書かないって形であ<ー>まあこれ本当にね英語ができる人 っていうのはわざと、ね、通訳なしで英語とかもうそういう形で、ね、書いたら逆に失礼になるんでね、まあ、そういう形の書き方しないという形でまあね当然やろって感じですもんね。でその久扇様からの要求で、まあ、通訳なしで書きなさいという形でね、はいはい、そういった指示があって、まあ、そのアクションアケに関してはね そういうい格好もね、これはばにされるけども、本当に,本当に、ね、いいんですかって形で書いてるんでしょうけども、<laughs> あこれがね、まあ、どうなるかって形ですね。あ確かに。まあ、なんか、眞子さんとかもね、AK3 級落ちたんでしたかね。あまあ、そういう形で言われてますね。あ、まあ、だから、あんまり英語が得意な家族じゃないんかもしれないですね、秋篠宮家は。ちなみにね、週刊女性とかでもね、まあ、小室さんのことが書かれてましたけども、はい、1>, まあ1月末にね、まあ、ドヤ顔で小室家は歩きたけども、 あまりこの元気な感じではなかったという形で小室圭が、ね、合格したからといって、まあ、マックさんは、ね、特にこの外出はまあ増えてる感じはあないという形で、うん、まあそれやっぱり正式に弁護士として登録されてないからだろうという形で言われててねそのステップとして、まあ、ホーム相談とか、まあ、50時間のボランティア活動とかで、うん、まあこれはね そのゲイリー森脇さんのところでインターンしたときに、まあ、無休って形で報じられたんで、まあ、これがね、まあ、ボランティアかも分からないですけども<ー>まあそれとねあとはこの弁護士登録に関する書類の提出とか面接っていうことで、はい、面接ではねまずこの落とされることはないんでしょうけども、うん、この面接に関してはある程度どんな質問がね来るかは予想ができるんで、まあ、対策とかはまあできるだろうってことですけどもあとはねこの書類がどうなるのかって形で、うん、まあちなみにニューヨークのね先生式は1月11日に行われたってことですけども、うん、まあこれはね まあ週刊女性もまあ勘違いしてましたけれども、はい、まあこの月曜日のタイミングで月にね何度かこの宣誓式が行われてる形で、うん、その一つが1月11日って形でまあたくさんね受験していていくつかの会場で受験してるんで一度に宣誓式とかもできないしね、うん、まあ何度かに分けてえやるんでしょうけれどもこの辺がね週刊女性は5人は1月11日っ形で。 けけてましたども1月1日にないことはそいろんなユーチューバーとかも言ってるし気づいてると思うけども一度ね1月11日が出してまあきってしまったのかもわからないですけどもどちらにしてもねこの正式に弁護士になれてもね1年目の弁護士というのは1日にこの16時間から24時間働くこともあるっってて形で時間すごいですねそうですね清原弁護士は語っているといこので24時間ということでね丸1日なんでしょうけどもそれぐらいねこ忙しいということでホール事務所の弁護士たちも小室家のね 無能さんには、ね、気づいているだろうから、忙しくなる心配はなさそうですけども、も、はい、無能の社員が、ね、ったらこの気が散るだけだろうし、まあ、この会社とかにもね悪影響しか、ね、与えないと思いますけども、今、うん、後、ねまあ、どうなっていくのかという形で。まあなんかやっぱり弁護士の方もパートナー弁護士って言ってね、まあ、いわゆるその頂点みたいなところに行くまでには、まあ、早くて10年ぐらい、まあ、修行というか。 あの頑張ってやる機関がねいるみたいで、まあ、板前さんみたいな感じですけどまあそうですね1年目のねこのロケータではまだまだ新米みたいなもんで、うん、か今からが忙しいんでしょうけどねまあそうですねうん、まあ、ちなみにこれ女性自身とかでもね、まあ、文書の賄賂訴訟の問題とかが書かれてましたけども宮、はいまあ、内庁はねまたこの公式化っていう形でまあ本当にねにあきめて問題だらけってう形で、うん、う相変わらずねこの海外のお客様とあ面会するときにはね、まあ、通訳を改札英,英語で困難って形で このバカにされた記事が書かれてましたけども、はい、このねアクシャン結果が総裁になっている団体で問題が起きているという形でアクシャン様ね現在この18の総裁職をお務めになっているという形ではい、はい、そしてね結様もね、まもね結核予防の総裁とか7つの肩書きがあるという形で、うん、えまあそれでねその文春ではアクシャン様がこの総裁の山下調理研究所で当時ね所長をしていた 奥野拓二氏経由で、真木さんねまが、あ、賄賂をもらったんちゃうかというの訴訟が起きてるという形でね、ね、1986年から総裁をしているってところで、まあ、そこのね所長が奥野拓二さんなんで、まあ、かなりね、まあ、長い付き合いかなって形で、うん、記事ではね、まあ、側近って形で表現されてましたけれども、まさにね、宮、まあ、内庁を通さなくても連絡がまあできる関係だったんちゃうかという形で、へ<ー>ああいろいろとね、しかもね、この奥野拓二氏と真木さんさまあ、はね、 2009年に一緒に、ね、本とかも出版したことがあるという形で、うん、まあかなり関係は深そうかなという形で、この裁判の結果というのはね、ね3月末にもまあ判決が下されたい形で、来月ね、まあどうなるかなという形ですね。これによっては、またかなり炎上するかもしれないですね、秋田宮さまそうですね、<laughs> まあ、秋篠宮の,、ねまあの経理面というのは、宮内庁の公私職がまあ厳密に、ね、管理ということですけれども、問題はね、宮、まあ、内庁を通さずに金銭が渡っているんちゃうかという形で、えー、まあこのね、 本様も全身チェックとか毎日しないだろうし、うん、宮内庁を介さずに直接ね、受け取ってる可能性とかは十分にあるってことで、このね、宮内庁では迷惑な話ってことですけども、うん、まあ本当にね、この怪しいお金の流れがなければ、あまあ会計監査を受けているでしょうしね。これに関しては、宮内庁もズルをしている可能性は十分にあるって形で、あ<ー>まあこのね、奥の氏がこの皇族の出席をあっせんしていたらね、まあ、こうするようで、しかもね、まあ、金銭を要求していたら、まあ、完全にね、 アウトだろうとう形で書かれてましたけども闇営業みたいな <laughs> そうですね悪嶋家に関してはね、まあ、そのお金に関する騒動が多いという形で、はい、まあ小室圭さんの金銭トラブルとかで元婚約者にはね、まあ、この眞子さんが結婚してからね、まあ、対応という形で鮮やかな対応をしたりとかね,ね<ー>まあしかもこの悪嶋家の改修工事とかも予算オーバーで久、まあ、子様はねもっとこの金を使えた形でまあ指示を出したりとかね、うん、あまあこの美智子様はこの上皇様まが生前退院してから まあ二重権威という形の報道とかもありましたけども、はいはいはい。まあはねこの皇嗣になってからもね、なってもこの総裁職はそのままね引き継いで、まあ将来のまあ皇位継承者を要する皇太子家とまあ筆頭宮家としてのまあ二重構造を持っているってことですけども、うん。ああそもそも皇太子家ではないし、まあこのね。 ここうしの皇位継承順位が入れ替わる可能性があるんでねはい、はい、どうしてもこの皇太子とのつけたいんだったらね暫定皇太子圏になるんでしょうけども、うん、あただねこのよく考えたらこの賄賂とかに関しては美智子さまの頃からあったんちゃうかって形で、えー、まあそれかね <laughs> ネットが普及してきて、まあ、割れてきてるのかなって形で、はいもう隠し事できないですね、そうです、ねまあ、美智子さまの時はね、ネットが普及してなかったんで、割れなかったのかも分からないですけどね、うーんまあ今後どうなっていくるのかって形で、まあ、もう本当に何でもね、ボロが出てくる時代ですから、から東京オリンピックのね、電通のね、また元次長ら、まあ、4人もまた逮捕されるみたいな、そうですね、談合してね、うんまた出てきましたけど、隠、ま、し、あ、事、本当にできない時代ですからね、秋篠宮家のけどもボロボロとまあ出てはいるんですけど、ははい、はいなんかこうね、圧力というか <laughs>。 交通 <laughs> 特権なのか <laughs>、ね、も逮捕されてもおかしくないぐらいな感じに <laughs> 見逃されてますからねまあそうですねうんちょっとしっかりしてほしいですけどねまあ今後ね青木社長に関してはどういった展開になっていくのか皆さんもねよかったらまあそのコメントの方お願いしますそうですね是非お願いしますまあ,あとチャンネル登録もある人登録の方お願いししますよろしくお願いします